これだ、人呼んでグラハムスペシャル。どれほどの性能差であろうとも、今日の私はアシュラスラ凌駕する存在だ。基本的にこうピッてやって、ピッてあれ射撃格闘いらない気がしてきた、これもしかして。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。さあ久しぶりにやってきましたガンダムエボリューション新機体追加というわけで動画を撮っていこうと思います。最近のガンダムは水星の魔女がもうそろそろ最終回だったり、ガンダムのゲームの方はエクバがね、確かエアリアル追加されてすごい盛り上がってたりとか、あとバトオペ2はあの福岡ガンダムが追加されたりしてますよね。そんな感じで他のガンダムゲームかなり人気機体がどんどん追加されてて、盛り上がってるんですけども、今回のガンエボの新機体は一体何なんでしょうか。通信エラー。お、ちょっと待って、通信エラーさ、まだ治ってないの？え、嘘でしょ、リリース日から治ってないんだけど。今回の追加機体はスサノー。え、待ってください。ダブルを連続じゃない？前回デュナミスだったよね。そしてこれで格闘機体がエクシア、ドズルザク、またあとバルバトスもいるから4体目だ、格闘機。え、ちょっと多すぎじゃない？そしてちょっと待って、これだけ言わせてくれ。スサノオね、まあガンダム00のグラハム・エーカーのね、機体ですよ。まあ人気キャラだからね、すごく人気キャラ、名言も多くて僕も大好きなキャラなんだけど、そこはフラッグだろ、カスタムフラッグだろ、グラハムスペシャルだろ、そこは。いや、もちろんその定番機体ばっか出すのも面白くないと思うからバランスが大事だとは思うんですけど、グラハムエーカーならフラッグでしょ。なんでスサノオ、しかもね、エクシアがいるんだからさ、そこはねフラッグじゃない？これがダブルオーだったらスサノオ出すのまだわかるんだけどね、こんなニューガンダムとサザビーみたいにこうついライバル機体同士みたいな、ついになる機体欲しいじゃん、やっぱり。そしてグラハムエーカーといえばやっぱフラッグでしょ、一番人気。グラハムスペシャルやりたかったなー。まあまあちょっと触ってみよう。おい、通信エラーじゃねえか。ちょっと待って、ネガキャンしたくないんだけど、ガンエボネガキャンする動画じゃないんですけど、まあわからないね。今後、ダブルを追加するよって意味でのスサノオかもしれないしね。で、格闘機体というわけで、こんな感じで、2本のブレードと、突撃斬り。で、ビーム砲に、これも遠距離技か。結構減るな。で、ウルトはもちろん、トランザムと、ダッシュ斬りが2回になってるのかな、これ。おー。これはなかなか強機体来たんじゃないですか、また。また格闘機体やけど。お、少年。味方に少年が来た。乙女座の私にはセンチメンタリズムな運命を感じずにはいられない。ちなみに、僕本当に乙女座です。なんだこの色。知らない、こんな少年は知らないぞ。よし、行くぞ、グラハムエーカー出るぞ。でこれ撃って、お、味方いないんかーい。味方じゃない、敵か、敵がいないんかーい。ん、今のはまさか敵もスサノオだ。やはり新機体人気あるからダメだな。エクシア来ないかもしれん、これは。待って、いけるんじゃないこれ。うおー、抱きしめたいな。ガンダムであるけど、ガンダムじゃないこいつは。ガンダムとは認めん、私がそう判断した。どうだ、やばい、もうどうなってるかわからん。とりあえず切りつけて、オッケー。右クリックのチャージと射撃をうまく組み合わせて、多分すごいコンボができるような気がするんだよね。ビーム当てる、よしよし、くそ、手負いがいるぞ。ビーム当ててない、でも人とりあえず倒せる。結構適当に F ボタン押すだけでも勝てるわこれ。 OK、 ガンダム、よもや君に出会えようとは。行くぞ行くぞ、トランザム、どこだどこだ、今使わない方がよかったかもしれん。ザクザクザク、ドズルザクだ。当てる、で切る、オッケー、人呼んでグラハムスペシャル、いけるぞ。オッケー、トランザム結構長かったかもしんないな今の。いやー、やっぱグラハムといえばあの空中変形やりたかったっすよね。いやー、透明になるか、切る、オッケー、いいぞいいぞ、抱きしめたいなガンダム。まずい、これはさすがに引くべきか。行くぞ、打って投げて切る、
うわで、投げて、切る。ビーム、トランザム、トランザム。これだ、人呼んでグラハムスペシャル。グラハムエイカー、君の存在、心奪われた男だ。おお、僕だけだけど結構耐えたぞ。この機体マジ格闘機体だけど、本当突進した後逃げられないから、もう逃げるというよりも切り続けるしかないんだよな。思ったのに、この射撃兵装だけでいいんじゃないかな、ワンちゃん。ほら、これさ、めちゃくちゃ威力高いのよ。だから基本的にこう、ピッてやって、ピッて、あれ射撃、格闘いらない気がしてきた、これもしかして。ピッてやって、ピッて、いかんぞ、これは。これ、射撃機体だったわ。ダメージおかしいって、ダメージが。抱きしめたいな、ガンダム。まさに眠り姫だ。まずいこれはいった、まずいチャージして撃つ、そこ。格闘いらねえってやっぱりこれ。フォア、いやグラハムスペシャルいらんかったな。おほら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 、でチャージがめちゃくちゃ早いのよこいつ。ほいほら、やばいって。いいぞいいぞ。どれほどの性能差であろうとも、今日の私はアシュラスら凌駕する存在だ。なんかいる、なんかいる。ナイス、いいぞいいぞ。このダメージまずい、一旦引こう。そうだね、 F をこれ突進技だけど、これを逃げ技として使うしかないな。甘いな。違う、スサノはそういう風に使うもんじゃない。まずい、ウッド使われちゃった。ごめん、ちょっと体力ないから一旦引かせていただくよ。あなた回復を、ありがとう、回復ありがとう。いくぞ、一旦撃って射撃切る、グラハムスペシャル。これが撃って撃って切る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 。一旦ハロ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 、撃ってチャージチャージチャージ。パメットスコアが上がりすぎてる。この程度の時に体が耐えられんとは。うわ、残り3秒、いったなこれは。いけ少年、よーし。この機体格闘いらんかったわ。おかしい、射撃のダメージがおかしい。なんか大体射撃のあの2種類使うだけで半分ぐらい削れる気がするんだけど。ユニット中波30というわけで、お疲れ様でした。やっぱりね、格闘機体が4体になったことによって結構格闘多いなっていう印象ありましたね。いや、そろそろエアリアルは射撃か何かで欲しいんじゃないかな。これまたね、あのガンプラ配信とか動画とかもちょっとね考えてるので、よろしくお願いします。というわけで、よかったら高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。